シリアの大統領はシリアアラブ共和国の元首である。現在の大統領はバッシャール・アル・アサド。前大統領ハーフィズ・アル・アサドの次男にあたる。大統領の任期は7年であり、2012年以前の大統領の選任はバーストの提案を受け人民議会が1名を大統領候補とし国民投票で承認するという方法が取られていた。 再選制限も存在しなかった。だが、2011年以来続く反対性運動に対して政府側から示されていた妥協案の一つである憲法改正が2012年に行われ、バース等の選権であった大統領候補者提案権は削除され、新たな候補者要件は人民議会35名による推薦という形となった。また参戦禁止規定も追加された。 シリアの憲法には大統領の宗教はイスラムとする規定があるが、この条文は旧憲法の1973年憲法から存在する。これは1970年に権力を奪取したハーフィズ・アル・アサドが新憲法を制定しようとした際、敵対するムスリム同胞団が同僧案の非イスラム制に反発して1973年に各地で 抗議運動を行ったことに起因する。ムスリム同胞団による運動の結果ハーフィズ・アル・アサドは妥協を余儀なくされ、大統領の宗教はイスラムとする条文を1973年憲法に盛り込むこととなった。本条文は2012年の憲法改正でも修正されず現在に至る。大統領は絶対的な必要性がある場合は人民議会の閉会中でも立法権も、 行使するることができるまた大統領は、シリア国軍最高司令官や最高司法評議会議長を兼任し、首相や閣僚を評議会のメンバー、裁判所判事の任命を行うことにより、シリアの三権べてに大きな影響力を持つ、大統領革命評議会議長大統領、評議会議長大統領、ありがとうございます。